こんばんは、パーソナリティの小林美幸です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。さて、お盆が終わりまして。そうですね、はい、長い連休だった方も、そうじゃなかった方も、はい、はい、まあ、そしてまた日常が戻ってきたっていう方々が多いかと思うんですけれども、ね、はいはい、そんな中で話題としてはどうしましょうか。お盆でいっぱいこう買い物をされた方もいらっしゃるんですけれども、あなたは現金派、それともキャッシュレス派かということで、はい、今の世の中ではキャッシュレスを進めていこうということを、はい、政府としても進めていますし、事業者の皆さんもですね、なるべく進めていこうということをやっています。で、いろいろなんかこうセブンペイの話があったりとか、はい、まあ、ちょっと前に行くとヤフーのペイペイっていうのがあって、はい、まあ、ちょっと不正利用があったんじゃないかっていろいろありましたけれども、うん、はい、まあ、こういう問題もしっかりクリアする必要があると思いますし、まあ、そういう事業者がですね、新しいことを始める場合はやっぱり専門家と一緒にやっていただいて安全に使っていただけるというのはとても重要だと思っています。で、一方でこのキャッシュレスなんでやんなきゃいけないのっていうお声がよく聞かれるので、まあ、ちょっとその背景を共有できたらなと思っています。まずですね、キャッシュレス、まあ、払う側にとっては、まあ、使えるとですね、まあ、とても便利ですね。そうですね、スーパーの前ですね、現金を探して小銭探して並ぶみたいなのが、これね、探してる時若干プレッシャーを感じるんですけど、感じます、後ろの方の視線も。そうですよ ね、私も苦労する時ありますけど、まあ、そういうのをこうさらっと携帯電話とか別に、まあ、クレジットカードでもいいんですけども、まあ、お支払いできるとまあ便利だねっていうことなんですが、これ利用者だけに便利かっていうとそういうわけではなくて、その先にはですね、お支払いを受ける会社側とか商店ですね、これ私も飲食店でアルバイトしてたことが結構あるので分かるんですけども、まあ、接客が好きでそういう飲食店で働いてるんですよね、はい、なんですけどこのお仕事終わるとレジ締めがあって、こう売上金額とレジの中のいただいたお金が合うかとかですね、はい、これ結構プレッシャーかかるんですよね、間違ったらどうかなとか。でさらにそれ夜のお酒出してるお店だったりすると、レジ締めしたらこの売り上げを夜間の銀行窓口に持って行ってこう預けるっていうこともやるんですね。でこれもなかなか、まあ、結構まとまった金額を持っていくことになるんで、まあ、これもプレッシャーになるんですね。でもこれ全部キャッシュレスで払ってもらえたら、もうその場で金額合わないなんてことはないし、で現金をどっかに持っていかなきゃいけないってこともないし、なんだったらもう一日の途中でですね、何の商品が売れてて何の商品が売れてないかっていうのもリアルタイムにデータが取れるんですよね、はい、そうするとお店の経営にもすぐ反映できるっていうふうになるので、本来やらなくていい現金を数えるとか、はい、持ち運ぶみたいな煩わしさからこう我々は解放されて、本当に向き合いたいお客様のことをこう考えられる、で経営のことを考えることができる、で支払う側は自由にこう買い物ができる、こういう社会を作っていった方が間違いなく、まあ、飲食店にとってもいい、商店にとってもいいし、お客様にとっても便利だし、で経済としても、まあ、循環して回っていくっていう社会が出来上がるので、まあ、なるべくそっち側にそろそろ行きませんかということを、まあ、やってるということですね。全てにおいて時短ということもあるし、はい、それからこれが海外に行くと本当にキャッシュレスなんですよね。そうですね。ですから、まあ、外国から来た方にとっても、まあ、使いやすいというのはとっても大事ですね。まあ、そういうことがあるので、なるべく進めていきたいと思っていますが、まあ、導入する事業者さんにとってはですね、やっぱりクレジットカードで決済すると 3% から、まあ、高い時は 8% とか手数料が取られちゃうんだよねっていうのがやっぱり問題になっています。なので我々もですね、まあ、そこを競争を働かして、なるべく手数料を、まあ、1% もしくはそれを切っていくような手数料に持っていけるようにっていうのを政策を取ってまして、まあ、今よく出てきている QR コードの決済なんていうのは今手数料も非常に低いようなものが出てきてますね。そういう方向にまあ競争を作っていって、事業者さんもこうキャッシュレスを導入してもですね、負担が少なくて、むしろその時短とかお金から解き放たれることで便利だわというふうになっていただけるようにしていきたいと思ってます。はい、驚いたのは大道芸でも。そうですね、キャッシュレスだったので今回は実はそれをお手伝いしたんですけども、はい、福山のバラ祭りの直前にあるですね、福山大道芸、はい、これもですね、投げ銭を、ね、ペイペイでできるようにしようということで、なんかこう現金チャレンジじゃなくてもう QR コード読んで
金額入れるっていう、はい、新しいですね。もうそういう時代ですものね、はいはい、みんなでこう少しずつ慣れていくっていうのも必要かもしれませんね。そうですね、これもなんかこう使ったことないとですね、とってもハードルが高いっていうことになっちゃうんですけども、一回使ってみるとですね、圧倒的に便利だね、こういうふうになっていきますんで、まあ、私の母であったりとか、あ、まあ母の周りなんかもですね、結構使ってみると、あ、いいよねと、でどんどん使うようになるんですね。であとはどこどうやって設定するのっていうのがあるので、まあ、そこはあの家族でサポートしたりとか、まあ、お近くの携帯ショップなんかでもあの気軽にサポートしていただけるんで。そうですね、そのサポート体制が整っていたら、はい、高齢者の方も安心して使えますので。そうですね、これですね、最後1個だけ知っといていただきたいんですけども、はい、日本だけシニアには IT が難しいって言われてて、はい、世界ではシニアこそ IT を使うっていう風になってるんですね、はい、それはなぜかというとそっちの方が便利だからだし、はい、手軽だからなんですね、はい、だからそういうふうにちょっと頭を切り替えられるように、はい、あの地域でもそういう手軽に学べる機会、ちょっとサポートしていただける機会っていうのを、まあ、より広く作っていけるともっと便利に使っていただけるんじゃないかと思っています。実はやってみるととても簡単で。そうなんです、そうなんです、ということですね。そうですね、はい、さあこの番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでもお聞きいただけます。 FM 福山レディオビンゴのホームページからどうぞ。この番組はコーワブストン、パネソ22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜は福山フラワーライオンズクラブ会長藤原聖子さんをお迎えしています。藤原さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日はお忙しい中ありがとうございます。いえいえ、どういたしまして。というわけでフラワーライオンズ会長、はい、ということなんですが、はい、フラワーライオンズってどんな会なんですか、はい、っていうのをまず教えていただいていいですか。そうですね、なんかちょっとあの硬くてあの 怖そうな団体なんですが、実は女性のみで実はあの結成されている25年目を迎える、はい、あのなんて言えばいいのかな、ほんわかなグループなんです。はい、はい、どんな団体なの、どんなことやってるんですか。だいたい本当にあの女性だけですので、あまり大きなことができないので、はい、本当に可愛い、その代わりでもずっとずっと続けている継続事業、例えばあの市役所のロビーの定価っていうか、ロビーの前にあの、テレビがあるんですけど、テレビの左側に、はい、あのいつもいつもあのアレンジ花を週に1回必ずうちの会員さんがみんな当番を決めて、あのそれを毎週毎週書いてるんですけれど、待合室に座った方が、まあ、テレビを見るのと横にちらっと生花があるといいかなっていう、とっても地味なんですが、なかなかあの見つけてくれない箇所なんですが、でもあのずっとずっと頑張ってます。でもやっぱりなんかこう市民の方に憩いの場になってもらえばっていうのが、フラワーライオンズクラブだからやっぱりフラワーかなっていう形でね、はい、ダジャレ入れてみました、はい、そんな感じで頑張ってるのが、はい、まずそういうこととか、それから、まあ、あと愛の献血運動っていうんで、やっぱり献血もあのポートプラザの方であの8月に毎年継続事業ですね。これも夏場はあのその、赤十字の方がやっぱ献血がやっぱ暑いから余計に献血が少ないっていうんで、うん、この時期にあのしてくださいって言ってもう何十年もなんですが、それもやっております、はい、それからあとは子ども向けにあの平和ポスター、あのまあ、ライオンズっていうのはもう本当に国際的ですので、国際ポスターっていうことで全世界の子どもたちが同じあのなんていうのかしら、あのテーマでテーマを、そうです、うん、掲げて、その絵であの言葉じゃなくて絵で表現していこうっていうふうな、あの本当にライオンズクラブの独特の平和ポスターっていうのがあるんですが、それもちょっと今、手掛けて5年目なんですけど、うまくつながっていると思います。やっぱりこのグローバルな時代にね、やっぱりそういうあの子どもたちも外を見てもらえればっていうことをやっておりますね、はい、それからもう一つあの、子どもたちにもう一つはあのこの頃低年齢化されてるんですが、薬物、はい、薬物の薬物乱用防止講座っていうのを小学6年生ぐらいの子どもたちに早めに、そのそういうこうあのもしもそういう薬物をね体に入れちゃうとなかなかもう戻らないよっていうんで、やっぱりその危険性を早くあの私たちにあの社会人として、おばあちゃまとして、あの将来ある子たちに伝えたいなっていうので、こちらの活動もあのずっと続けております、うん、そんなところが本当にあの大きな大きな事業じゃないんですけれども、ちっちゃな事業で一生懸命あのこうつないでおります。で
そういうちっちゃな事業の中で今年は少し25周年アニバーサリーっていうの少し大きな事業も企画しておりますね、はい、ということで、はい、この事前事業をこう、はい、そうです、定期的にやっていくっていう団体ということで、はいそうです、でもそれすごいですよね、こう1回だけではなくて、はい、こう必ず継続するものをやっていくっていうのが結構テーマになってます、ね、はい、そうですね、やっぱり一度は割と誰でもできるような気がするんですけれど、やっぱりそれを続けて続けて、で今では待ってもらえるとかそういうふうな形で、まあ、市役所 のお花なんかはなかなか行けてるよ、でもどこにあるのって時々あれなんですが、まあ、でもこういう場でぜひこう紹介させてもらって、うん、ロビーの左端にあります、テレビの左横にありますっていうのをもう大手を振って言って伝えていきたいなと思ってるし、うん、私もそれが私の仕事かなと思っております。じゃあ、はい、福山市役所に行って、はい、テレビを見て隣のお花を見たら、はい、フラワーライオンズを思い出してくれて、はい、フラワーライオンズクラブって書いてあります。あ、しっかり書いてある、はい、下にね、はい、実はね、実は、はい、こっそり大きく大きく、はい、自慢しております。どっちなんだろうって失礼しました。ぜひじゃあ見つけていただきたい、はい、でも本当に毛量を探せるような感じなんですけれど、はい、でもそういう意味では街中のこういろんなところで継続した、はい、そうですね、ということで、はい、関心持っていただけるといいなと思うんですが、はい、今回だから25周年ということで、はい、そうですね、大きい事業やられるということで、はい、そうなんです、25周年でなんかやっぱりアニバーサリーになったら、はい、やっぱり今までないことをしていこうじゃないかっていうのが、はい、実は N 教の木管50層その方々も、N 教の中の首席奏者の方全員お招きして5人ですね。だから木管50奏ということはフルート、クラリネット、オーボエ、それからホルン、ファゴット、はい、とこの5つの楽器になりますので、これが時々金管が変なものが入ってるから木管と言わないのに間違いじゃないって言われるんですが、実はホルンが入って正解なんで、はいはい、これも交えてご紹介したいと思います。この N 教というのは NHK 交響楽団、はい、そうなんです、日本で唯一、はい、そうですね、ちょうど国営放送の中にもあります N 響アワーとかっていうのが1週間に1度ありますし、 BS でもたくさん流れておりますが、はい、その、唯一公立の楽団でございます、はい、大変レベルの高い、そうですね、なかなか私たちも少し音符をかじってますが、憧れ中の楽団でなかなか、うん、そうそうは入れないです、はいはい、というこの N 響がこうやってくるということなんですが、この奏者の中の、はい、フルート、首席フルート奏者、はい、甲斐さんが、はい、府中市のご出身、そうなんです、だからこの同じ福山の地位でやはりこんなに素敵な人がいらっしゃるよって、日本でも指折りの方がいらっしゃるよっていうのもぜひこういう機会にも紹介させてもらいたいなと思って、はい、そういう意味でもお招きする意味があるかなと思ってるんです。で皆さんも地域の方もあこの人がねっていうのが、で実は私もちょっと子供たちがいるんですけど、お弟子さんがこのチラシを持って、はい、日曜日の夜になるとテレビの前に座るそうです。おでこの5人をウォーリーを探せのように探すんです。どこにいるのかしら、この人いる、この人もいる、うわ今日は全員いるとかって言ってね、はい、いや私はもうその嬉しくって、やっぱりそういうふうなこうそうやって探してでもクラシックに馴染んでもらえると、うん、私はまずそれが通るもんでもいいかなと思ったんですよ、はい、もう静かにクラシックでごじゃりまするって聞かれるよりはね、はい、そうやってあお母さんここに同じ人写真と同じ人がいるよとかちょっと老けてるかなとか言ってなんかいろいろ言われつつね、なんかそんなこと言わないのっていう、とっても家族で楽しいなんかそういうウォーリー探しをしてもらってるのが、うん、やっぱり一つは本当クラシックをもっと馴染みに感じていただけるっていうんじゃないかなと思って、私はもうその話を聞いてもう微笑ましくって嬉しくって、うん、あそういう形からクラシックに入ってもらってもいいし、うん、やっぱあんまりこう堅苦しく入ってもらいたくないなと思って、もう来週もウォーリーを探せしてねって言うんだけど、いいですね、探してくるよとか言ってくれるのでね、はい、とっても元気な男の子がやっぱりいるんですけれどなんかこうスポーツ選手とかテレビに出てる芸能界の方だと、はい、なんかこう
うちの地元出身でって言って、うん、結構 PR される場合が多いんですけど、こういう芸術家とかクラシックの方ってなかなかないですね、はいはい、ないんですよね。もうすごい素晴らしい方がいらっしゃるよって、私もねスネカに看板しようって歩きたいんだけど、そうはいかないので、はい、こういう機会にぜひあの皆様にご紹介できたらなっていう思いも一つあります、うん。まあ、確かにクラシックだとこう大勢いらっしゃるから、はい、そうです、なかなかその中の一人っていうのが PR されづらいのかもしれませんね。そうですね。でもこういう形で地元、はい、こうビンゴ出身で素敵な方がいらっしゃる、はい、ここに憧れになるっていうのが、そうです。そして将来のね、あのやっぱり僕もあの人のようになりたっていう子が一人でも増えちゃうと、はい、やっぱり私たちはあのこれからはもう本当に60過ぎておりますので、やっぱり未来を育てるっていうことが私たちの役割だと思いますし、うん、何かそういうこうあのやっぱり若い時に聞いたショック感っていうのは、はい、とってもあるんですよね。そうですね、感動がもう残りますよね。ものすごく残ります。まあ、私も申し訳ないんですけど、中学校1年の時にあの福山のまだ、市民会館っていうところに、ランパルっていう人、おじいちゃまが来られたんです。本当の巨匠の人だったんですけど、うん、でもあのやっぱりあの方にお聞いてもう口開きましたね、でなんてキラキラ光ってんだろうと思って、なんかやっぱりそういうこうなんか何かあのこうチャンスっていうか、ね、そうですね、本物に触れる機会っていうのがあるだけで道が開けるのがありますよね。やっぱり CD で聞くのと画面から聞くのとやっぱりね生を聞くっていうのは本当に違うと思うので、はい、あのぜひそのあの楽しんでいただきたいっていうのがもうたくさんたくさんあります。というわけでそんなチャンスはいつあるのかということで、はいはいはい、それは、はい、実はですね、今年ですね、2019年9月15日日曜日なんですが、2時から福山のリーデンローズの大袋の方でございます。はい、はい、というわけでこれチケットなんと無料。はい、もちろんでございます。25周年です。私たちあの25年一生懸命あのちょっとずつ貯めて持ってきたあのお金を大放出いたしますので、はい、これは皆さんに喜んでいただければというので無料です。 でもちょっとこれにはあの整理券のみはちょっと必要になりますのでお気をつけください、はい、これ整理券はですね、はい、どこで手に入れたらいいでしょうか。ちょうど菅波楽器の、本店蔵王店、はい、それからリーデンローズのチケットセンターの方にあの置いてあります。で、はい、ひょっとするとなくなってるとちょっともう難しいんですけれど、もう少しあると思う、もう気持ちあるかなっていうんですが、はいはい、で何かお問い合わせがあるときは、はい、お問い合わせがあるときには、藤原、090-2809-1042 までお問い合わせください、はい、もう一人が神原さんの方で090-7124-8730、この2人の携帯の方にご連絡いただければあの多少のチケットの総裁はできるかと思っております。はい、かしこまりました、はい、というわけで9月15日日曜日ですね、はい、はい、そうです。会場は1時半から、はい、で、実際スタートは14時から、はい、そうです、はい、2時からということで、はい、リーデンローズ大ホールということで、はい、これ無料ですからね、はい、なかなかこういうチャンスなぜ無料なのか、はい、そしてチャリティーコンサートとなってますから、はいはい、どういう思いがあるのかっていうのはまた後半でお伺いしたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、わかりました。今夜は福山フラワーライオンズクラブ会長藤原聖子さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、はい、NHK 交響楽団フルート首席奏者でいらっしゃいます甲斐正明さんのこの音色をバックにお話を伺いたいと思います。いいですね、なんかこう文化の香りがする感じでお届けをしていきたいと思いますが、はい、というわけであのプログラムがもう決まっているということで、はい、8月の頭に決まりましたので、はい、ちょうどもう皆さんのおなじみ あのチラシの方にはキラキラ星による10人の変奏曲モーツァルトですね、それからあのカルメン組曲ってビゼーノ、もうこれは本当に2つはとっても大きなあの有名な曲だと思いますので、あの皆さんも楽しんでいただけると嬉しいかなと思っておりますね、はいはい、でその他にあの、届いたばっかりの、ブラームスのハンガリー舞曲5番とか、それからアゲイっていうんですが5つの優しいダンス、これがねあの
もとてもあの木管五重奏ならではのなんかちょっとおどけたようなちょっとなんていうかあのユーモラスなようなあの本当にポッ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 ツルルルッとかいう感じでねとっても愉快なの、はい優しいダンスとは書いてあるんですけど奏者は優しくないかもわかんないけどとても聞きやすいダンスが配置されてあります、はい、それからねちょうど休憩を挟まれて、魔女の宅急便から、はい、あの晴れた日にとか皆さんご存知の旅立ち、仕事始めとかっていう形が入っております。でも最後にカルメン組曲っていうふうなこんなあの組み合わせでもちろん途中にあのなんていうんですか楽器紹介もやっぱり兼ねていただいて、やっぱり未来ある子どもたちがいると思うので、あファゴットはこんな音色、オーボエはこんな音色っていうのをあの生のね一番いい音を聞いていただければ嬉しいかなと思って、大体2時間弱であの構成を組ませていただいております。そういう意味では馴染みやすい、 そして楽しめる楽曲が並んでます、はい、そうですね。でもあのとても有名なっていうふうな、はいはい、というわけでこのコンサート、はい、まあ、チケットは無料なんですけども、はい、チャリティーコンサートというふうになってまして、はいはいはい、これは何向けにチャリティー？そうなんです。そこもあのぜひ聞いていただきたかった、はい、ところなんです。本当はあの25周年なので木管五重奏の N 教の主席長さんを迎えましたって言って一つ終わればよかったんですけれども、でもそのそういうふうなものをしてる時にあのちょっと私の周りで私たち困ってるのよねっていう人のささやきつぶやきを聞きました、はい、でどうしてって言ったら私たちちょっと障害者難民っぽいんですって言ったのが、うん、どうしてって言ったのがちょうどあのその方が実は視覚障害者の方だったんですけれど、2年前まではふれあい号って言ってあの移動支援っていうんですかね、だからちょうど9人乗りなので、はい、あの皆さんがそういうあの障害者の方があの9人があの揃って移動できる車があったんですが、あの老朽化っていうこともあってあのそれからコスト的にも予算が取れないっていうことで廃車になったんですって、はい、でやっぱりそのそれが廃車になったためにとっても移動が難しくって困ってるっていう、うん、でなんとかならないかなっていうお声も聞いて、でやっぱりあの毎年あの私たちのその、 あの教会の方からもあのぜひふれあい号を復活させてくださいっていう陳情をしてるんですけど、うん、なかなかまだねあの動きがあのもらえないっていうことで、はい、じゃあ少しそのお手伝いが、あのこのやっぱり私たちも N 教さんをプレゼントするので、はい、のその経費は全部私たちフラワーライオンズが見ますので、うん、あの会場に2000人の方がやっぱり集って、弱の方が集ってくださるあの地域の方がいらっしゃるから、その方々にちょっとあの応援をしてもらおうかしらっていうのが一つの願いで、はい、うん、じゃあチャリティーコンサートっていうのは本当に10円でも50円でも、ああ困ってる人がいるんだったら、うん、私たちもね、じゃあ、 あの今日は気持ちよく聞いたからその分はちょっと100円置いて帰るわっていう、あの子どもたちでも10円置いて帰るっていう子どもたちがいてくだされば嬉しいかなと思うし、やっぱりその地域のみんなが何かあの10円でも100円でものそのこうあのなってるのかしら、集めてくれたものっていうの、はい、意味がなんか大きいような気がするんですよ ね。私たちがただはい1万円ですっていうのと、うん、やっぱりあの将来本当にふれあい号って書いたのは福山市内を走ると、あ私の10円があそこ走ってる、ね、私の1000円が今日もあっこ走ってるっていう、うん、なんかみんながこう見えるあのそういうあの形を、はい、あのチャリティーとしてあの皆さん募金を、ね、募らせていただければ嬉しいかなと。でまたそういうのであのそれにあの市の方が足りない分はちょっとでもね応援してくださるようなあの形に持っていけたら、私はもう本当死んでもいいかなと思っておりますそれぐらい思いがこもってるってことですね、はいはい、もうだからこのチャリティー号の、はい、あの復活の運営の資金に回ってられるようにということ で、はいはい、 ですね、その場で募金を募られる、はい、ということです、ね、その場であの募金を募って、それであの福山市、福祉協議会の会長さんの方に、はい、その場でそのステージの上で最後に皆様からあの、ね、いただいたお預かりした全員の、うん、あのお金の金額を発表させてもらって、その場でお渡ししようと思っております、はい、だから、まあ、それはもう100万を超えることを願っておるんですけれども、はい、ぜひそこのところをあの頑張ろうかなとは思ってるんですが、そうですね、だからもう本当にあの気持ちがあればあの
私の一番好きな睡眠の気持ちで、もうちっちゃくていっぱいちっちゃいのがいっぱいポン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 って集まって大きな力になるっていうかね、はい、点描写っていうかあれじゃないですけど、そんな形が、うん、いけたらなっていうのが、もう本当私の音楽は夢ってここに書かせていただいて、私のジャスコにメッセージなんですけれど、夢にまた夢を乗せていただければ、私としたらもう嬉しいなと思うし、私もで今年こういうふうに会長っていう立場をもらって、やっぱりこれをつないでいくことが私の仕事だと思ってるんです。やはり浦和ライオンズここにありっていうのをやっぱり地域の皆さんにも知っていただくのも必要かなと思ったので、ちょっとこんな形の企画をしてみました。はい、はい、視覚障害がある方っていうのは、でもちろん、お元気で、はい、自由に移動はできるわけですけれども、そうですなかなか目が見えない関係で、はい、例えば、はい、電車に乗るとかですね、もう本当にホームに行かれたら、もうどれだけ障害者の方には害があるかっていうのが、それがこの間も言われたのが、点字ブロックがございますよね、ええ、あそこでやっぱり白杖をついてこう歩いてると、ほとんどが旅行者のカバンでアウトされてるんですって、特にね、今駅混雑してますから、うん、そうなんですね、だからやっぱりそのということはやっぱり、ほで今度はやっぱりその旅行者の人なんかもなんかちょっと罵声を浴びられたのが、なんか目の見えないようなんかこんなところに来んなっていうような感じの、うん、なんかそういう罵声も浴びられたっていう方もいらっしゃるし、やっぱりそうやってこう一度けつまずいちゃうとやっぱり方向性が分かんなくなるんですね、はい、彼女たちはね、だからずっとまっすぐ白杖をついて点字ブロックだったら方向が分かるんですけど、ちょっとけつまずいて右か左に向いちゃうと、もうどっちの方向を向いてるか分かんなくなる。でそれでもう間違えてホームの中に、はい、転落される場合もあります。というわけで藤原さんがもうご自身がお連れして、はい、いろんなところに出かけられて、はい、実感された思いも込めて、はい、今回この N 教をお迎えしながら、はい、そこでチャリティーとして募金を募るということですので、はい、ぜひ、素晴らしい音楽と、はい、そしてそこへの思いも、はい、思いを、ね、表現を乗せていただければ、私としたら意味があるかなとは思ってるんですが、というわけで、はい、9月15日日曜日、はい、14時から、はい、スタートということで、リレーフローズでお待ちしてますということですので、はいはい、そうですね、大成功お祈りしてますので、はい、ありがとうございます、はい、頑張ってください。ありがとうございました。今夜のゲストは福山浦和ライオンズクラブ会長藤原聖子さんでした。さっき藤原さんが睡眠 の、はい、精神でっておっしゃったのは、レオレオニーのですね、睡眠という絵本があるんですけれども、はい、我々も小学校で必ず習うんですよ ね、 ですよね、はい、小さな魚でもそれが集まれば何でもできるよっていうような、そういう意味だと思うので、はいはい、ぜひとも多くの方々に、そうですね、がしかし若干しかもチケットが残ってないということですの で、 ですからお急ぎ、はい、お問い合わせをお急ぎください。はい、整理券は必要ですからね。そうなんです、はい、はい、というわけでぜひ大成功をお祈りしますので、皆さんも素晴らしい音楽聴いてみてください。またとないチャンスだと思いますね。え、無料ですからね、山に、はい、ぜひ楽しんでください。それでは今夜もお相手は小林明とアシスタントは平野恵子でした。また来週この時間にお会いしましょう。この番組はフォーアブスタン金曽22の提供でお送りしました。Thank you.